どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルで5月2日よりですね、新しいキャンペーンが発表されましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルで新しいキャンペーンがですね、5月2日よりね、開始になるということで、このね、5月1日まで今現在ですね、1滞在で2500ポイントがね、もらえるキャンペーンがやっているんですよね。ですので、まあ私もね、予想してたんですけども、ヒルトンホテルのね、キャンペーンっていうのは、本当に1年中ね、切れ目なくね、やっているっていう風になっておりまして、今回ね、5月2日以降のですね、キャンペーンが発表されましたので、ヒルトンホテルね、利用されている方、またね、ヒルトンアメックスにはですね、今ね、キャッシュバックオファーとかも来ておりますし、またね、ヒルトンアメックスね、最近発行された方ね、新規入会キャンペーンね、かなり今強化されておりますので、こういった方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思うんですけども、公式サイトね、こんな感じになっておりまして、期間がですね、2022年の5月2日から2022年の9月の5日までっていう風になります。で、こちらのキャンペーンですね、ヒルトンホテルはいつもそうなんですけども、エントリーがね、必須のキャンペーンという風になりますんで、概要欄にね、公式サイト載せておきますので、もうね、エントリーできるようになっておりますので、この動画見られたらですね、すぐね、エントリーするようにしてください。で、特典なんですけども、期間中にね、200以上していただくと、獲得したベースポイントの同数がですね、プラスでもらえるっていう風になります。で、3泊以上ねしていただくと、獲得したベースポイントをですね、2倍がねもらえるっていった形になります。で、こちらのキャンペーンのね、ポイントの獲得上限なんですけども、このキャンペーンはですね、上限なしっていう風になっておりますんで、まあ利用すればするほどですね、ポイントがね、もらえるキャンペーンっていう風になります。で、こちらのキャンペーンのね、ポイント付与自体は、滞在完了後、6週間から8週間後にね、付与されるっていった形になります。それではですね、このキャンペーンのね、注意事項なんですけども、このね、もらえるポイントっていうのは、ベースポイントっていう風になっておりまして、このベースポイントって何ですかっていう話なんですけども、ヒルトンホテルのね、このベースポイントっていうのは、宿泊するときにですね、1米ドルあたり10ポイントがね、もらえるシステムっていう風になっておりまして、こちらね、私が先日ヒルトン東京でね、利用したときのね、ポイント明細なんですけども、一番下にね、ベースポイントっていうのが、1362ベースポイントがね、もらえてると思うんですけども、こちらがね、ベースポイントっていう風になるんですよね。ですので、今回のキャンペーンで利用した場合ですね、このベースポイントが同数もらえたり、2倍もらえたりね、まあそういった形になっていきますので、このポイント明細でこれ全部足すと6000ちょっとぐらいになるんですけども、このポイントがですね、全部が全部ね、同数増えたりですね、2倍になったりね、いたしませんので、この点をね、注意していただきたいなと思います。ではね、宿泊例をね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、1泊100ドルのね、ホテルに2泊ね、した場合ですね、今回のキャンペーンでは、ベースポイントの同数がね、もらえるっていう風になりますんで、1泊100ドルのホテルに2泊した場合ですね、ベースポイントが2000ポイントっていう風になりますよね。1ベートルあたり10ポイントっていう風になりますんで。ですので、2000ベースポイントになりますよね。で、2泊しているっていう風になりますんで、全部でですね、ベースポイントが同数もらえるっていう風になりますんで、4000ポイントがね、獲得することができるっていった形になります。またね、1泊100ドルのホテルにですね、4泊した場合ですね、こちら先ほどと同様にベースポイントがね、4000ベースポイントもらえますよね。で、4泊してるっていう風になりますんで、3泊以上ね、しているっていう風になりますんで、2倍のポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、元々のベースポイントが4000ポイント。で、増量された分が2倍っていう風になりますんで、8000ポイントということで、合計ね、1万2000ポイントがですね、獲得することができるっていった形になります。あくまでね、これはベースポイントの増量分っていう風になりますんで、まあ実際にこれでね、宿泊した場合はですね、ダイヤモンドであれば、ダイヤモンドに 100% ボーナスがついたりですね、するわけなんですけども、このキャンペーンだけのね、ポイントは、こういった感じでね、計算されるっていう風になりますんで、まあ一応ね、計算の方法みたいなのはね、簡単に覚えておいていただければなと思います。まあダイヤモンド修行ねした時もそうだったんですけども、まあ、ヒルトンホテルってね非常にポイントが間違っていることが多いので、一応ね、まあ、こういった感じの計算なんだっていうのはですね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、
ヒルトンホテルで5月2日よりね開始になるモアナイトモアポイントキャンペーンということでこちら解説させていただいたわけなんですけども、いやね、ヒルトンホテルね本当にいろんなキャンペーンがねあっていいですね。先日ね解説させていただきましたけども、新規会員登録でね4500ポイントももらえますし、またねヒルトンアメックスのね新規入会キャンペーンも今ね非常に強化されておりますんで、気になる方はねこちらもぜひチェックしていただきたいなと思いますし、ヒルトンアメックスのねオファーね、今登録できた方はですね2万円使っていただくと5000キャッシュバックね受けることができて、しかもねそれは複数施設のホテルでも利用することができますんで、いろんなホテルもあってね2万円超えたら5000キャッシュバックみたいなね、そういった感じのね使い方もできますんで、またね今もね1滞在で2500ポイントのキャンペーンもやっておりますんで、本当にヒルトンホテルねキャンペーンが多いので利用しやすいですし、またねずっと継続的にねキャンペーンをやってくれるので、まあ、この点はね本当に利用しやすいですよね。ぜひねヒルトンホテルね利用されている方はですねエントリー忘れずにね利用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。